あのさ、エメラルドをさ、なんやかんや必要だから探してるんだけどさ、全然ないんだよね。エメラルドってなんかさ、一個しかないじゃん。塊じゃないじゃん。あの、こういう石炭みたいな感じで。だから見つかったとしても一個しかないから、また探さなくちゃいけないし、まあそもそも見つかんないしみたいな感じで。あ、あんじゃん、エメラルド。いや、きっしょ。エメラルド、きっしょ。何、きっしょ。いや、見つかったのよ。きっしょ。僕なんかこういう点々みたいなやつめっちゃ気持ち悪いね。集合体恐怖症なんだけど、ちょっと。やめてくんなよ、ほんとに。まあでもなんか都合よく僕エメラルドちょうど2個必要で、まあこんだけね固まってるってことは、まあ2個ぐらい出てくるんじゃないかなって僕は思いますよ。まあ、気持ち悪いからさ、さっさと回収して帰ろうぜ。2個か3個入ってるだろ、これだったら。え？いや、待て。あんだけいっぱい固まってた、え、なに？え？マトリョシカ方式？え？エメラルドの中に、マトリョシカ方式？え、ちょっと待って。信じられない。いや、エメラルドが1個なわけない。いや、たまたま、もう、鉱石、この中にさらに密集されて、まあ、2個ぐらい入ってるんじゃないかっていうか、1個かーい！ということで、どうも皆さん、こんにちは、ピクトです。今回もね、モッド紹介やっていこうかなと思います。ってことで、今回紹介するモッドはですね、デンスメタル、オアかな、確かそんな名前だった気がするんですけど、デンスって意味がなんか濃縮凝縮みたいな意味だった気がするんですけど、まあ、多分さっきの鉱石見ていただいたら分かる通り、なんか1個の鉱石にめちゃくちゃなんか模様が凝縮されてて気持ち悪いことになってるんですよ。あの鉱石は普通の鉱石と同時になんか生成されるみたいで、あったこんな感じで今石炭なんですけど、まあ、石炭の塊にこんな感じでそのデンスメタルっていうのがついでに生成されたりもします。まあ結構適当にね生成されるみたいですね。でこんな感じでレッドストーンとか他にもねダイヤモンドとか、まあ、鉱石系だったら大体ねこのデンスメタルっていうのは、同時にね生成されたりします。はい。でデンスメタルの種類なんですけど、まあこんな感じでレッドストーンとかエメラルドとか石炭とか、まあ、ラピスラズリとか金、まあ、全部ねありますね。模様はねこんな感じになっていますね。まあエメラルド以外は大体全部一緒なんですけど、こうエメラルドだけめちゃくちゃ気持ち悪いっていうね集合体恐怖症、マジで気をつけてください。これ気持ち悪いんで。先ほどの茶番だとこの鉱石を壊した時にまた鉱石が出てきたと思うんですけど、まあ、例えばエメラルドじゃなくて他の鉄をこうやって壊したりします。はい。まあ、なんで1個壊したりします。はい。こんな感じでダイヤモンド鉱石がなんか2個とか3個、まあ、結構ランダム、今回は3個出てきたんですけど、このデンスメタルを壊すとですね、そのダイヤモンド鉱石とかがまあ、1個から4個ぐらいかな、ランダムで出てきます。まあ、今は鉱石でこんな感じで出てきちゃって二度手間なんですけど、茶番をやるためにちょっとバージョン下げてて、アップデートされたバージョンはもうこのデンスメタルを壊した時点でもうすでに大量のダイヤモンド、ダイヤモンドとかエメラルドとかがそのまま出てくるんで、いちいちこうやって鉱石をねまた壊したりしなくていいんですけど、このデンスメタルを壊すとですね大量の、鉱石なんで1個、まあ、バニラで鉱石がちょっと取りやすくなったみたいな感じですかね。まあ、こんな感じで、はい、エメラルド鉱石がこんな感じでまあ、2個だったり、まあ、3個だったりみたいな感じで、まあ、ちょっとね増える感じですね。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画楽しんでくれたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイ。なんか紹介してほしいモッドとかあったらコメント欄で募集します。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録高評価もよろしくだぜ。説明欄にサブチャンネルや Twitter もあるのでそっちも登録してね。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイ。その色や絶対ここまで見てるやついねえよな。